運んできました。ストークでーす。朝でーす。月曜日朝。お小遣いもらいます。はい。星にあるショップでアイテムを買うことができます。どっちに行きましょうかね。はい。だっただっただ。めっちゃこの動きがいいよね。このステージの動き。ブリブリ。お手伝いどうする？なんだしんのすけ。今レベル、ナンバー3が手に入ってくる。あ、これ上いけるわ。今月曜日らしいですね。あ、ゲーム内の時間ですね。あ、うん。あ、これがお手伝いか。白を綺麗にするぞ。ついにアニメ始めましたね、急にね。はい。今日は白を綺麗にするからですね。はい。3DS の向きは変わって、あーなるほど、そういう感じのやつね。はい。あ、そういうこと？あ、リアル動かすやつよね。はいはい。あと10回って言ってる。え、なにこれ？え、なにこれ？どういうこと？上いける？あ、そういうこと？え、むずすぎじゃない？え？間違えた。ちょ、え、これ何？あ、そういうこと？これ動かすやつ？え、違う、動かすんじゃない。なんでこれ？挙動がおかしい、おかしい。え、挙動、え、何これ？俺には難しすぎるぞ。え、めっちゃ難しいんだけど、何これ？シロがじっとしなかったからかわいそう。この師範に話し換えればいいよね。ポケットおさらい。幼稚園どうやって行くんよね。はい、タイヤ。はい、ミサイルさん話して。何？ナンバー2ゲット。なんだナンバー2って。よっしゃ、新聞ね。あ、玄関まで取りに行くね。母ちゃんの手伝いをするぞ。でででででん。2になっとる。1がないね。いきなりなんで 2？ まあいいか。はい、じゃあ新聞ね。新聞取りに行きましょう。新聞ここじゃない？なんだしんのすけ。どこ行った？新聞あったの？新聞マジ謎なんだけど。よっしゃ、オッケー。ありがとうしんちゃん。よっしゃ。幼稚園これどうやって行くんだろう。え、もうな、え、何の用だ、しんのすけくん。あ、イクジットね。なるほど、それで幼稚園に行くってことね。なるほどね、はいはい。いや、幼稚園いるんかな、よくわからんね。あ、お手伝い2回できる、はいはい。しんちゃん、なに？吉永先生。はい、やめと、やっとこう。宇宙で買い物できる。コインあげるわ。なんで？なんで？
シアンって人から。お片付けは大変だぞ。ので明日休みになりました。ん？あ、コロスケが出たので、ああなるほど。え、おめでとうなんかな。下画面の今ね、クレヨンしんちゃん宇宙で蝶友情おバカラとやってます。下画面タッチしてサッカーボールとゴムボールを片付けましょう。サッカーボールは左上、ゴムボールは右上にスライドさせましょう。はいはい。え、違う。え、はい。間違った。あ、間違えた。まあ、ゆっくり休んでください。明日、まあ、明日ね、金曜日だしね。あ、できた。あ、3秒。え、意外と。やっつい。やった、タイムオーバーす。あ、30。いいじゃん、一日中勉強できるよ。よくできたわね、しんちゃん。これ誰だったっけ、タイガーかチーターの。なんだよ、しんのすけ。あ、セーター。あ、そう、セーター、セーター。あ、組長先生があるわ。何か用ですか、しんのすけくん。え、怒っとん、組長先生。報告する義務はありませんよ。めっちゃ辛辣。なに、しんのすけくん。積み木。積み片付けましょうかね。これが準備フェーズでお金集めるフェーズですね。俺は仕分け人だぞ。仕分け人だぞ。はい。ああ、なるほどね。はいはい。このさっきと同じ感じね。四角三角。はい。任せろ。間違った。ちょっと待ってね、これ真面目にやりたくない。オッケー。タイムボーナスは、あ、600、6、600じゃない、60か。よし、これで終了ってことね。お手伝い終わったっけ。公園に行ってくるぞ。おい、しんのすけ、遊びに行ってる場合じゃないだろう。おお、父ちゃん、なんで昼間から家にいるの？さては、会社をサボった？カスカベが宇宙に飛んできちまったから、行きたくても行けねえんだよ。あ、それ行けねえよな。おお、そうでしたな。しんちゃん、幼稚園から帰ったら風間くんたちを助けに行くって昨日言ってたでしょ？言ってたね。おお、こってり忘れてた。お前しっかり忘れてたね。それを言うならすっかりでしょ？ああ、よく寝た。ミサイさん、飯。何よ、飯って。働かざる者、食うべからずだ。もぐもぐ。何も働いてねえよ。あ、俺の飯食うな。寝るか食べるかエバルかしかないの。寝るか食べるかエバルかじゃない。それが私の仕事だ。油断も隙もないわね。何なんだこの師匠。そんなに褒められると照れるではないか。お、しんのすけくん、もう修行から戻ってきたのか。戻ってきたよ。準備が整ったら早速星へ向かうぞ。それに向かいましょう。ほら、修行じゃなくて幼稚園に行ってたんだぞ。仲間と共に生活をすることも立派な修行だ。ご飯食べることも修行になりそうだね。そんなったらね。リズム感を養ったり、競争心を高めたり、ルールを守ったり。空手とは。幼稚園で学ぶことは全て修行の一環だ。
空手って要素をなくしたらいいことだね。確かにね、修行ですね、人生の修行ね。理屈だけど当たらずとも遠からずね。俺の飯。ねえ、風間くんたちはどこの星にいるの？宇宙船内蔵のレーダーによると、パワースポットの反応が3つの星で見つかった。一つはアニマル星。この星のリーダーはとても自分勝手な性格だ。アニマル星、はいはい。もう一つは乗り物星。一見この星のリーダーは野蛮そうに見えるが、内面は弱々しい。内面は弱々しい、はい。最後の一つはピカピカ星。この星はとてもギラギラした欲望の塊で満ち溢れている。ほう。心当たりがあるようなないような。ごちそうさま。準備が整ったら私に声をかけてくれ。じゃ。また寝ちゃったぞ。俺の飯。